すまねえな。かたじけない。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使 with パープキット、群雄シナリオの、すまねえな。津軽家編ですね、今やっております。第5話になります。ちょっとね、武将にね、お手紙をね、配っと置きます。すまねえな。あとは、ここら辺黄色にする？黄色にしとこうか。かたじけない。かたじけない。あとは、青になる武将にあげようか。かたじけない。まあ、このぐらいですね。うん。では、タイミング使って。手段は選ばぬ。勝つためならな。発展しておきましょうか。このぐらいやっとけばいいか。あと、水。貯水池ね。このぐらいかな。かしこまりました。宣戦布告しようか。あ、もがみさん、ちょっと宣戦布告できないですね。じゃ、ちょっともがみさんはやめときましょう。1ヶ月遅れば、多分宣戦布告できるんじゃないのかな。1、2ヶ月遅ればね。中日はそのうち壊するでしょ。あ、壊しましたね。伊達さん。まあ、通称ぐらい結んどいてもいいですか、ね。報告いたします。これより表情を始める。あ。軍事。軍事と対名を使っておきます。対名取っておきます。これにて表情を終える。これで兵糧だいぶ、ゲチよ。安くなるんじゃないのかな。じゃあ宣戦布告します。我が軍略、お見せしよう。3万か。1万5千の、2万弱ぐらいしか出せない。そしたらじゃあ、2万5千ぐらいでいいかな。あ、出てきてくれていいね、いいね、いいね。出陣する。では進めていきます。我に続け！報告します。先月の収支です。ゲチよ。そういえば、歩兵やってないような気がするな。継続発展。はっ。どっか歩兵多分やってないような気がするんだけど、ここやってないよね、やっぱね。かしこまりました。ここもやってない。はっ。あとは、ここは、ここら辺も、ちょっと確認して、ここやってないね。はっ。あとは大丈夫そうですね。じゃあこんな感じで進めていきます。ガチャユリゴムさんありがとうございます。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。10日ぐらいかな、これ。あ、9日。いや、早くていいですね。たあいもないもの。あ、武将負けつけ美味しいですね。でもこの、これはね、結構ね、武将がね、いっぱい、出陣する。いっぱいいるんで、ね、そんなにね、びっくりするほど嬉しくもないですけどね。うん。もらえないよりかは嬉しいですね。
報告します。先月の収支です。ご命令くだされ。開発継続発展やっときます。はっ。あ、ここいらないね。これこれいらない。母兵すぐ忘れちゃうんだね、母兵するのね。かしこまりました。では進めていきます。勝たねば生きる道はなし。あー、これすごい巡回数だね。2、3ヶ月ぐらい。これ3000もいるでしょ。3ヶ月のカード。あー、8日、いいですね。あ、多少は。おお、雪あんま食らないでしょ。一応ね、あの豊作ずっと来ますからね。これより表情を始める。いや、もう少し豊作ずっと取っていきますか。とは、あの、例えば農業の豊作どうして取らないんですかっていうね、コメントでね、これにて表情を終える。うん、あまりそういえば取ってないですよね、農業とかのそういう豊作ね。特に意味はないんですけど、農業とかの、まあ、コメントでではね、まあね、あの、AI に対してね、あの、少しあれですよって、手加減してあげてるんですよ、みたいなこと書いておきましたけど、あの、実際ね、あの、違いますからね。なぜやらないのか、こっち進めて農業あんまり進めないのかっていうのは、実際のところね、農業の農業の施策やるぐらいだったら、あれなんですよ。軍事を進めていった方が、あの、強いような気がしてるだけです。はい。あの、うん。まずいつも軍、これは今回の家は、豊作図を確認するんですけど、軍事は全然ないんですよ。なので、軍事は全然ないので、そしたらまあ商業と農業の方をね、進めていきたいなっていうのがあるんですよね。うん。そう。うん。で、今回、兵糧も減るのがないので、まあ、農業の方を進めてはいるんですけど、うん。実際のところ、普段これすごいちっちゃいんですよ、この豊作図って。普段もうちょっとあるんですよ。うん、軍事の方ね。なので、軍事を常に進めていながら、補助的に他のものをちょこっと、軍事と論議はいっぱい進めていきたいので、論議でね、ポイントを取れるので。なので、まあ、あれなんですけど、今回は軍事は全然少ないので、まあ、対面もそこそこ取りながら、対面っていうか、論議も少し取りながら、まあ、そんなような感じでね、まあ、やってるような感じです。商業進めましょうか。はっ。継続発展。はっ。ではね、進めていきます。あ、調停来ましたね。これね、調停ね、上げると、なんかね、あの、忠誠度が上がりますよ、っていうのをね、教わりました。うん。多分知ってるかと思うんですけれども、とかって言っちゃうんですが、はい、知りませんでした。先月の収支です。ご命令くだされ。じゃあ、継続発展ぐらいやっときますか、手動でね。承知いたしました。我に続け。報告します。先月の収支です。ご命令くだされ。あ、今8000ぐらいだとあれですね、もうあの漁村で取れる、あの、収穫のはなんか多くなった感じですね。取引を行いましょう。は。発展で、あ、漁村取れる。
治水も取れる。はい。じゃあこんな感じでね、進めてみましょう。ああ、もう今月は落ちますね。いいですね。手段は選ばぬ。勝つためなら。あ、武将一人おまけつきましたね。片付けない。じゃあこのまま攻めちゃいましょう。出陣する。ここね、ちゃんと防衛するようにね、覚えておきましょう。水攻めでいきましょう、58日。報告します。先月の収支です。これより表情を始める。じゃあ、農技と論技をね、取っていきましょう。これにて表情を終える。さあ、これ取りたいね。農業が215あれば、全災害被害が、低下代が取れるみたいなので、これ取りましょう。これを頑張って、農業を取っていきます。じゃあ、あとは農業論議とか、農業と軍事ぐらいでね、進めていくような感じかな。ゲチを。あ、歩兵ね。覚えてましたよ。はい。つい1分前のことで忘れてしまうんですが、あなたは障害者じゃないですか、ね。かしこまりました。歩兵忘れると多分言われるんでね。はい。じゃあ進めていきまーす。ちゃんとやっておきますからですね。継続発展。かしこまった。あ。対面切れてるんじゃない？切れてるよね。これ使いましょう。手段は選ばぬ。勝つためならな。かしこまった。発展。なんか忍びの沙汰があるね。ここちょっと撤去しよう。撤去。じゃあこんな感じでね、進めていきましょう。商業も進められるのか。いいね。は。じゃあ進めていきます。使いの者が来たようです。無理です。従属してくれるんだったらいいですけどね。従属してくれないんでね。となると、あと何日だ、こっち。あと1ヶ月ぐらいだよね。あと23日。あ、交渉、速攻渉ついてるんで、交渉します。全面解放お願いします。ケチ。じゃあ、継続あったよね。はっ。じゃあ進めていきまーす。手段は選ばぬ。勝つためなら。あ、武将一人思いつきましたね。すまねえな。手を打ちましょう。じゃあここ行きましょう。出てきてくれると嬉しいよね。報告します。先月の収支です。ご命令くだされ。歩兵します。ちゃんとね、覚えてますよ、歩兵ね。忘れてないですよ。かしこまりました。そうすると、そろそろ、伊達さんあたりも、いけそうかな？ちょっと今回、でかすぎるでしょ。ガモーさんすげえでかくなりすぎてるでしょ。
まあ進めていきます。今何ヶ月だ。8ヶ月。あ、出てきてくれた。よかった。勝たねば生きる道はなし。それが乱世よ。そうすると、これが、伊達さんが、ああ、3万以上いるか、伊達さん。じゃあ、ちゃんと、伊達さんはちゃんと気合入れていかないとダメですね。ああ、これ長いな、これ。壊しよう、これは。報告します。先月の終始です。これより表情を始める。農業と軍事でいきます。これにて表情を終える。あと92ですね。はい。農業取りたいんだけどな。地だったりか、商業。命令くだされ。これは返します。壊します。他にちょっと取られちゃうかもしれないけどね。かしこまりました。歩兵は終わってるから、あ、ここもうちょっと加えとこうか。ここはどう？加えられないね。はい。じゃあ、伊達さん行きますか。3万。武将帰ってきてるかな？帰ってきてるというか、ここら辺いるね。いるね。大丈夫だね。じゃあ、宣戦布告しますか。我が軍略、お見せしよう。35日。ここら辺一気に潰しちゃう？この前にここら辺で準拳場建てれるでしょ。準拳場建てて、準拳場建てて。これいらないね。ここで当たりたいね。ここで当てれば楽勝だね。撤去しよう。は、承知いたしました。ここに死を当てるのは、ここが29、30、29。ここで当てます。ここに1万持ってきます。どうだ、ここだっけ？違う、ここか。あら。準拳場2箇所もある。これ当たっちゃうんだ。こうかな。53日かかるか。ただここで当てたい。ちょっとこの辺ちょっと準拳場。かしこまった。打っときます。かしこまりました。
はっ。撤去で。そうすればこの辺だいぶ戦場硬くなるはずなので、ちょっ、42日だもんね。いやいや、遠回りしてこう。で、25,000、ここで当たった場合25,000も、25,000、3万か。まあ、しょうがない。3万持ってきますか。進め。で、こんな感じで、全部のほぼほぼの城から出てる。で、当たったら、ここら辺から、ちょこっと舞台を持って、バーって行けば、勝てるんじゃないのかな。行きましょう。あー、ちょっと待って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 、ボガミに2人を持ってかれた。ルベスに通称もすいます。報告いたします、ゲチオ。はい、ということで当たってからだね。当たってから、当たる前にもこれちょっと出しておきたいな。引っ込んじゃうかな。引っ込んじゃったら嫌なんだよね。4部隊出したいんですよね。進め。あ、帰っちゃったか。帰っちゃったね。諦めよう。じゃあ進めていきます。あ、書いてないんだ。24,000? どうなんだろうね。まあ、進めていきます。我に続け。遅れる者は斬る。伊達と最上、参戦で。遅れる者は斬る。あ、でもよかったよかった。最上さん押さなくても、伊達さんの方に、あれしてくれるんでしょ？これは美味しいですね。行方は分かりません。勝てます。勝てばよい。それが戦よ。今日こう12日ですね。では、こっから出しますか。0日だけでいいんでね。4部隊作ります。これで2部隊。3部隊。4部隊ですね。出陣する。まあさすがにこっちには来ないでしょう。出陣する。よし、じゃあこんな感じでね。行きたいなと思います。
報告いたします。ご命令ください。はい、ということで第5話はね、この辺で終了したいなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。